まずオリックスへ。俺が今回狙いたいのは、てかやっぱ散々言ってるけど、やっぱ野手が薄いから、俺がいいなと思ったのは、福田周平。ちょっと取れるかわかんないけど、まず前提として、この評価の星が300前後。300前後なら多分ギリ取れるから、福田周平か、佐野広大か、あと、杉本のどれかで行こうかなって、正直思ってたんだけど、やっぱいざとなったらセカンド守れて、外野を守れる。そして、なんといっても怪我しにくさが D。杉本の場合、怪我しにくさ E だから、離脱も全然あるし、やっぱこういうミート E、パワー B みたいなタイプが何が怖いかって、なんか2割3分とかで終わることが怖いから、ちょっとこれはね、やめて、近本と福田周平、近本タイプをたくさん集めて、軌道破壊しに行こうかなと。これはちょっとごめん。これは、オリックスがそうしろって言うんだもん。枠パンパンにすんなよな、マジで。避けるなよな。ほんと。枠パンパンが最強じゃん、こんなん。10億ってバカ。どこライン ?1 億かい。まあ、しゃあないわ。阪神のためだ。これリアルでやってたらめちゃくちゃ必死だな、阪神。めちゃくちゃ必死なんだけど、阪神。いや、俺本当はな、オリックスの枠がパンパンじゃなかったら、3対1とかで取れるとして、3対1だったら絶対取れるから、そうやってたんだけどな、これ枠パンパンだからしゃあないわ。ごめんなさい。アルカンタラと1億円。あ、その代わり絶対取れるわ。